海巡署は海上巡視艇を派遣宇佐賀区の外海へ救援に急ぎます19日午後金門の観光船金閣クルーズが中国海警からの強制乗船検査を受けたからです乗客が振り返ると乗り込んできた人たちの背中には中国海警の艦隊寺4文字が旅行中に海上で30分ほど恐怖を感じる事態になりましたどんな気持ちでしたか <laughs> 怖かった緊張した驚いたし怖かった 幸いなことに衝突は起こらず、観光船は巡視船の保護を受けて無事に帰還しました。中国海警が立ち入り検査に来たと言っていた。そしてすぐに船長室を検査していた。私たち旅客とは直接の衝突はなかったが、30分止まったのは本当に長かった。中国海警による乗船検査はみんな初めての経験でした。19日午後3時過ぎ、金閣クルーズは水島埠頭から出発。 南の大丹島、二丹島を通過した後、北上宇佐角海域は浅瀬が多いことから制限水域から中国寄りを航行したところ4時47分北西方向2.8海里で中国海警から乗船検査を受けました海巡署が待機させている海上巡視船が発見し巡視艇を派遣護衛に向かいました中国海警は5時19分に離れ5時33分クルーズ船は巡視艇に伴われ水道不頭に戻りました 両岸間は理性的で対等でありお互いに協力する方法で金門・アモイ海域の安全を守るべきであると願っている両岸はお互いに平和的に共存すべきだ20日午前水島不頭の旅客はまばらで金閣クルーズも運航していませんでした金門の人々は皆情勢の緩和を望んでいます中国海警による乗船検査は金門・アモイ間の雰囲気をさらに不穏なものにしています <music>